どうも、かいまるです。あ、やめとこう。ちょっと待って、いつもの挨拶やめましょう。どうも、かいまるです。今回はですね、YouTube で最近話題のゲーム実況者を失踪させてみようと思います。ということで、早速、やっていきましょう。まあ、これ画面のね、このタイトル的にね、これが正しい、始め方かなと思いましたんで。ということで、かいまるです。今回はゲーム実況者失踪させてみたというゲームをですね、実況プレイさせていただきたいと思います。こちらのゲーム、時計チクタクさんという方が制作しましたフリーゲームでして、ジャンルはデスゲーム系アドベンチャーですね。デスゲームです。まあおそらくこのタイトルからわかる通り、もう確実に YouTube のサムネを意識してるんですけど、まあ要はゲーム実況者が失踪するゲームだと思います。最近まで失踪してた僕にちょうど合ってるんじゃないかなということで、早速やっていきましょう。じゃあ再生する。あ、再生するだって。ちょっともうこういうところから粋なとこ見えてんじゃないの？行きましょう。この物語はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。また、犯罪を助長するものではありません。わかりました。皆さん、決してこの動画、このゲームを見て、このゲームをプレイして、ゲーム実況者を失踪させようと思わないように気をつけてください、皆さん。それ、犯罪です。ストップ。ダメ、犯罪。はーい、今日の動画はここまで。あれ、俺がいるな。ご視聴ありがとうございました。はぁ、あ、いやもう大方誰がモデルになってるかわかる。いやごめん、偏見かもしれんな。一回置いておこう。そう、はぁ、のどいて。俺じゃん。実況撮った後の俺が映ってんな。茶髪ではないけど。今日は叫び疲れた。水。ホラーゲームやった後の俺じゃん。俺はゲーム実況動画をアップロードしているハソンだ。ハソン、なんかいろいろ壊れてそうな名前してんな。始めたばかりの庭園ゲーム実況者だが、ゲーム実況動画視聴歴は長い。俺じゃねえかよ。まあ、もう俺別にあれだな、始めたばっかじゃねえな。いつの頃だか忘れたが、いつのことだか思い出してごらん。あんな、友達がゲームをしているのを横で見て、楽しかった記憶がある。それは誰しもやっぱり持ってますよ、ゲーム実況者はね。まあ、一人でゲームしてた例もありますけどね、僕みたいなね。やめましょう、ちょっと心理するんで。そして長い年月が経ち、ゲーム実況というものを知ったのだ。うん。今までたくさんのゲーム実況者さんの動画を見てるし、たくさんのゲーム実況者さんを尊敬している。うん。俺こいつ半分ぐらい俺出てきてるんじゃない？好きが高じて始めたゲーム実況だが、なかなか伸び悩んでいる今日この頃。あー。やばい、全部刺さるわ俺の心に。刺激が足りないのかな？刺激ね。もっとこう、家が火事になったりとか、そういう非日常が足りない気がする。それニコ生であれだろう、タバコ吸いながら生放送しててちょっと席外した時にタバコがゴミに燃え移って炎上したおっさんの話だろ。それ知ってるぞ俺。うわ、シロさんの動画上がってる。シロさん、我慢できない、今見ちゃおっと。わかるー。お、すげえ、クリックタップ。YouTube やん。夢をつかめ YouTube やん。お、部屋の中に死体があった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますみたいなノリで。はいはーい、しのです。かっこ丁寧。かっこ丁寧。言葉で言ってるはずだろ、動画だから、お前。あ、すごい、ちゃんと右下に登録だ。お前、YouTuber あるあるじゃねえか。YouTube 実況者あるあるだぞ、これ。実況者に限ったことじゃないな、右下の登録ボタン。これね、チャンネル持ってる人はわかるんだけど、これ YouTube って実は動画の右下にちっちゃい登録ボタン自分で設定できるんですよ。俺新しいチャンネルになってからやってないかもな、それ。今回のゲームはすごい、シュノさん今の男かな女かな。今の金髪の王冠かぶってる人だよね。今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。深々深々、これ口で言ってんのかな。次回も見てね、何とぞ。ちょっとおもろいじゃねえか、キャラ付けちゃんとしてんな、俺と違ってな。やめよ、ちょっとしんみりするから。どんどん俺の心に今ぽっかり穴が開いていくからやめよう。はぁ、見入っちゃったよ。やっぱしのさんの動画は面白いな。なんかうまく言えないけど面白い、面白いが伝わってくる。いや、そういう実況者になりたいね、ぜひともね。ん、あ、やば、録音来てなかった。後でここカットしないと。いや、動画終わった後だから大丈夫だろ。誰だ？え？ん？シェナさんの動画、終わってない？
いつもはここで終わるのに。どうやってこの部屋に。あら、やめろ。が、え、な、何、何が起こって。今夜4人のゲーム実況者が失踪する。え、ゲーム実況者失踪させてみた。やっていきましょう。え、あ、うわ、明るー、いや、明るー。目覚めた。いや、ツッコミどころが1から100まであるな。キツネ。いや、俺キツネの面した実況プレイヤー、俺尊敬してる人にいるな。うぜ、鼓膜破れんだろうが。いや、メガネでこの髪型の実況者俺知ってるな。ひょわ、すみません。あ、シロさんじゃん。知ってる、ファンです。サインください。あ、写真もいいですか。てか LINE やってる。え、どこに住んでるんですか。あ、三重県なんですね。へえ、そうなんだ。じゃあ今度ちょっと遊びに来、あ、つなんです。元気がいいな、君。いいね。この人何、カッコが常についてるタイプなの。キャラ付け完璧じゃん。てか王冠ついてるだけあって、多分この人多分あれなんだろうな、このゲーム内で実況プレイヤーの王なんだろう。どこだここ。周りの人たちに話を聞いてみるしかないのかな。さあ話聞いていこう。セーブ、シナリオ選択。シナリオ選択、操作説明、決定、調べる、タップはクリック、キャンセル、4指でタップ、あは右クリック、文章スキップで画面長押し、調べるのはタッチで、話すのは人たちね。 OK。 さあ結構しっかりした画面設定ですね。ゲームスタートとかあるけど、とりあえずセーブしようか。じゃあゲームスタートって何なんだ。あ、エンディング到達状況を残したままゲームの始めまで戻りますか。あ、なるほど、チャプター戻ったりできるってことね。 OKOK、 なるほど。じゃあちょっとまずは話を聞いていくか。キツネさん、君大丈夫？だいぶ混乱してるみたいだけど、多分大丈夫。な、この落ち着き方、まさかあなたは神業実況者の F さん。え、 F さん、あの、淡々とした喋りをしながらサラリーと神プレイをやってのける F さんですか。あー、いる、そういう人。かっこいい。俺、そう、俺でもあれなんだよな、俺神プレイとはかけ離れてるからな。でもこれ俺じゃないわ。あ、俺がモデルになってるキャラいるかな。やっぱ有名実況者だしな。うーん、ねえ、どんどん心に穴が開いていくよ。そうだけど、そんな風に言われると、言われると照れる。て、照れ屋さんなんだな。さあ好感度バカ上がりしたところで、じゃあ次行こう。ちょ、篠さん最後に残していい。バカにお立ちしてるけど。じゃあこの、う、危ない、タバコ吸ってそうなキャラクター、うぜ、少しは音量下げろや、低能。あー、毒舌面白実況者だ。あ、この声はもうファンやん。イルカウサギさん。イルカウサギ、お前俺のこと知ってんのか。知ってますよ、ゲーム実況界隈では有名です。あ、いるよね、そういう人ね。まあいるよねってか、当たり前だよね、有名実況者じゃないわ。プレイ済みのゲームをガッチガチに縛って何年かかってもクリアするというマゾヒスト実況者、イルカウサギさん。うわ、縛り系実況者プレイヤーだ、ありがとう。へえ、君マゾなのかい、意外。割り込んできたね。ゲームなんて縛ってなんぼだろう。難しければ難しいほどクリアした時の快感がたまんねえ。それはわかる。難しいゲームをクリアした時はすごく楽しい。ああ、わかるね。でも俺難しいゲームあんまやんねえな。やりたいな、なんか。だろう、お前わかってんな。急にテンション上がったじゃん。そんなに褒められると、せーの、褒められると、せーの、照れる。お前完全に好感度上げに来てるな。許さねえぞ。これ俺の動画だから。F さん、F さんのチャンネル登録はしないでください。間が長えんだよ、あんまか。さあじゃあちょっと篠さんの話聞いとく？聞いとこう。
いや、一人だけ周りにオーラちょっとまとってるもんね。サイヤ人ですか？はっはっは、笑君いいリアクションするね、興味津々。もう全部感情棚漏れだなこの人。今度俺の動画に出てみないかい？提案。いいの？え、やば、どうしよう。え、どうしよう。いいんですか？ちょっと登録者伸びちゃう。え、シロさん？おや、君俺のこと知ってるの？疑問。知らないはずないですよ。大体登録者150万人ぐらいだろうな、この人な。ユーザー登録者数ダブルミリオン。あ、惜しい！ 200 万か。もうちょっといってたわ。ゲーム実況者の頂点に立つゲーム実況者の憧れの中の憧れ。うぅ、かっこいい。なりてぇ、俺も金髪にしてちょっとロン毛にして王冠かぶってちょっとふわふわのモコモコの首とかについてる服着たらこうなるかな。カリスマゲーム実況者のシロさん。いや、そんなに褒められると照れるな。テレリン、テレリン、ハム語ですか？カリスマオーラがすごい輝いて見える。ああ、やっぱ見えるんだ。ハソンにも見える、俺にも見えるよ。ま、俺はそれほどすごいってことだね、やっぱり。はっはっは、高笑い。はっ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 は、ガチャ。こいつ、動画以外でもこうなんだな。この人は意外と、ちょっと少数派で、コアなファンが多いタイプで、多分、10万いかないくらいの、多分、8万7千とか、まあ、9万1千とか、その辺なんで、多分ね。名前なんだっけ、やばい。縛りの人の名前忘れちゃった。なんだ、君も見てくれてたのかい？嬉しいな。涙出そう。そう？めっちゃ笑顔だけど。うっぜ。ランキングで嫌でも目に入るっての。YouTube で言う急上昇だ。楽しそうなサムネイルで、実況も、実際楽しい。毎回楽しみにしている。この人は、この人は、神プレイ系だから、ま、17万。実況者大好きかよ。実際好きなんだけど。わおわお、たくさんの人に楽しんでもらえて嬉しいな。感激。ははは、大笑い。満点お笑い出るまで笑かすか。うわぁ、好きなゲーム実況者さんたちと対面できるなんて、俺今日死ぬのかな。でもこんな大物の中にさ、紛れ込んでるハソンすごくない？なんでなん？やっぱ先見の明があるのかね、試合に。あはは、大げさだな、嬉しい。感情やっぱりダダ漏れじゃねえか。動画投稿してるって言ってもただの一般人だよ。知る人ぞ知る。いやでもダブルミリオン言ってたらもう十分だぞ。その辺の YouTuber 結構大物 YouTuber と同じだからね。芸能人じゃないんだから緊張しないで。仲良くしたい。まあその気持ちはわかるな。すごい優しい。イメージ通りの人だ。なんだよこのうざいやりとり。仲良し恋ししてる場合かよ。確かに。誰もこの状況について触れないっていうね。それにしても4人中3人がゲーム実況者なんてな、こんな偶然あるんだな。おい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 、俺も今じゃ簡単にゲーム実況動画をアップできる時代だからね。全員ゲーム実況者でも不思議ではないよ。あの実は俺もゲーム実況動画上げてて。君もゲーム実況してるんだ。なんと。一応、ハソンって名前でしてます。ハソン？聞いたことねえな。まだ始めて間もなくて、土底編中の土底編なんです。自分で自分のこと底編って言うな、お前。向上心を持て。俺は100万人ぐらいの金の盾をもらえるぐらい面白いって言っとけ。俺はそう思ってる。自分のこと。ユーザー登録者数はまだ100人もいてないですし、それは、ごめんな。それはごめんわ。嘘。始めたてって言ったら誰もそうだからね。俺も最初そうでしたから。そう悲観することなかれ。そうだぞ。最初はみんなそんなもんさ。遠くを見つめる。いや、その過去のそうだぞはもう別人格じゃないか。ハソン君、ぜひゲーム実況を続けてくれたまえよ。期待。え？こんなにいいやついる？俺かな？シノが俺かな？ダブルミリオン言ってないけど。続けたらもっとたくさんの人に見てもらえるようになるよ。多分。あ、そこは現実的なんだな。やっぱりゲーム実況者は見てもらえるのが嬉しいからね。俺もそう。そのためには根性だ。爆。一旦爆破しておく。爆破って言っちゃった。爆散しておく。
しのさん、わかりました。勇気もらえるね、これは。俺もっと動画あげます。うわ、思い出すな、始めた頃。うっぜ、善人ざらしやがって。集められた全員がゲーム実況者か。何か理由があるのかな。なんか奥の部屋も気になるよね。みんなはどうしてここにいるのかわかる？俺は実況を撮っている時に誰かに襲われて、気づいたらここにいたよ、困惑。ち、俺もだ。俺も同じ。ハサも？俺もです。なんだよこれよ、誘拐か？この手のゲームは俺経験あるよ、マジ。もう俺もあるな。俺たちはデスゲームに巻き込まれたんだ。もちろん俺のゲーム経験がそう言ってる。ビビッと来てる。確かにそれらしい扉もあるね。実況中と表示されたディスプレイも気になるところだ。それ見えてんならこの4人全員実況者なの分かんだろ。あ、ゲーム実況者の皆様、おはようございます。ひ、この声、音声合成ソフトの。あの実況中のディスプレイから聞こえてきてるみたいだ。後ろにスピーカーがあるのかな。ここは脱出ゲームの部屋。皆様にはここでゲーム、実況しながらゲームをしてもらいます。あ、ゲームだ。もうちょっと喉詰まっちゃった。一瞬ゲームにクリアできなければその部屋から一生出ることができません。部屋から脱出する方法は、部屋の唯一の扉についているパネルにパスワードを入力することです。パスワードは部屋の中に3つだけ隠されています。パスワードは1種類1回しか使えません。では脱出ゲームスタート。いきなりだな。扉を開くパスワードは3つだけ。汗汗。おいおい、一人出られねえじゃねえか。どういうことだよ。残った人は一生出られないって言ってた。どういう意味なのかな。そういう意味じゃない？死ぬとかかな。おそらくデスゲーム系によくあるやつだ。ビシッ。そんな、ま、真に受けないでくれたまえよ。冗談。どうせ他のゲーム実況者のドッキリだろう。間違いない。誘拐までするぞ。れ、俺の知り合いの実況者にそういうのが好きなやつがいるからさ。ケラケラ。ち、趣味悪いなそいつ。ただのリアル脱出ゲームだと思えば怖くない。それにしても、それにしてもみんなとゲーム実況できるなんてワクワクするね。もうどんどん好感度上げてくじゃん。 F さんだけめっちゃ好感度上がってんのずるい。 F さんは他の実況者さんとコラボしないですよね。どうしてなんですか？人見知りなんだ。この仮面も実写動画の時に被るように用意してて。そうだった、そうだったんですね。お前ら落ち着きすぎだろ。もっと驚いたり慌てたり怖かったりしろよ。イルカウサギくん。あ、イルカウサギさんだった。そういえば名前難しいわ。これはゲームなんだよ。なんだよ。楽しまないと実況動画は見てもらえないよ。謎のプロ意識。頭ぶっ壊れてんだろ。まず3つのパスワードを探そう。見つけないと何も始まらない。そうだね、そうだね。コクコク。4人いれば余裕で見つかるよ、きっと。ち、さあ探索に入ろう。じゃあまず一回セーブしましょう。さあセーブしました。じゃあまずは調べていくか。実況中ってこのパネルね。ディスプレイには実況中と表示されている。これ俺たちが実況しろって意味なんだな。なるほどね。じゃあこれ数字を打ち込めるパネルだ。ここにパスワードを打ち込めば脱出できるんだな。なるほどね。まあ、扉開かないよな。パスワードを探す。とりあえずちょっと監視カメラが気になるね。俺たちは誰かに見られている。さあ、じゃあちょっと一個だけ気になったの言っていい？最初のあの操作説明みたいな時に、
ここに調べるって出てたんですよ。ちょっと待って、これで出るかな、操作説明。あ、これ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 、この調べるって書いてあるところさ、何気に書いてあるんだけど、よく見ると床の色が若干違うんだよね。これ押してみますね。ここん、ここだけ床の色が違うな。調べてみよう。こういうのはありがちよ、ちょっとこういう脱出ゲームで。きた、え、もう見つかった、パスワード。これって、おい、パスワード、おい、待て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 、おい、一番先頭のパスワード、唯一見えてるパスワード、これお前、お前これ、あ、いやないかい。危ない、言うとこだったわ。パスワード、それも3つも、やばい、どうしよう、もういきなり3つ見つかったね。どうしよう、3人に話した方がいいかな。でも俺、シノさん、イルカウサギさん、Fさんのうち3人しかこっから出られないんだ。今全部のパスワードが俺の手にあるってことは、俺ともう2人、脱出する人を俺が選べるってことだ。いや待て待て待て、そうか、シノさんか、イルカウサギさんか、 F さんか、決めよう、誰とここから出るか。嘘、パスワード渡すとして、だ渡す人に話しかけよう。え、待って待って待って、ちょっとセーブしよう。え、でもさ、え、まあ、シノさんは残すじゃん、ちょっとハソン君の性格的にね。まあ、まずやっぱりシノさんは残すでしょう。で、どっちかなんだよな。でもなんか、誰も殺したくないんですけど、誰も殺したくないんですけど、でも直感で、じゃあ、とりあえずじゃあまずシノさんに渡すか。俺は人生としてもゲーム実況者としても先輩だからね。ごやー、何でも頼りたまえ、胸をどんどん叩く。じゃあとりあえず渡そう、迷っててもしょうがないからな。え、これってパスワードかい、アングリ。なんでに、なんで俺に渡すんだい、君が使えばいいだろう。あわあわ、俺の分はもうあるんです。だからもう一つはシノさんにと思って。え、俺に、本当かい。はい、ぜひこれを使って外に出てください。ありがとう、ありがたくいただくよ。受け取る、この借りは必ず返すよ。大大大感謝。君はゲーム実況者としてだけでなく、リアルで友達になりたいな。テレテレ、現金のやつだな。いつかコラボ動画あげようね、提案。じゃあ先に外で待ってるよ、早く来てね。おい、ちょっと、さあ、あと2人、さあどっちを選ぶかなんだけど、まあ直感で、でもこのゲームね、エンディング7個あるって書いてあったんで、多分これみんなそれぞれ選ぶ人で多分分岐あるんだよね。だから多分全部回収したいんで、まずはじゃあ一番普通にこの中で嫌われそうなね、じゃあイルカウサギさんを残して F 君にあげようか。残った一人は、あ、残った人は一生出られないって言ってたけど、どういう意味なんだろう。いや、今はパスワードを探さないとね。F さんにパスワード渡すか、渡しましょう。すごい、パスワードもう見つけたんだ。ハソンは先に行くんだね。ちょっと寂しいけど仕方ないよね。違います、このパスワードを F さんに使ってほしくて。俺に、そう、いいの、大事なパスワードを俺に渡したりして。はい、ぜひ。ありがとう、俺を選んでくれて。絶対お礼はするよ、必ず。先に行くね、君が来るって信じてるから。これでパスワードは渡し終わった。俺もそろそろここから脱出しよう。よし、あ、違った、パスワードだ。
お前ビビってんのか。あ、てかそうじゃん、パスワード3枚とも渡したらみんな出れるよ。てめえの分もパスワードを探してやっから、そこでおとなしくしてな。渡そう。最後のパスワードを渡したら俺はここから出られなくなる。あ、ダメなんだ、渡せないんだ。おい、え、行くの？でもしょうがねえか。お前も行くのか。イルカウサギさん、すいません、俺先に脱出させてもらいます。別に謝る必要ねえだろ。見つけたやつがパスワードを使うのは当然だ。うわー、刺さる。俺が選んだのに。見つけたら報告する義務もね。いや、なんで言っちゃうのそれ。実は俺、他の2つのパスワードも見つけていたんです。でもその2つはシノさんとFさんに渡してしまって。なんでそんな正直に言っちゃうの。まあ、正直者なのはいいことだ。そうだったのか。脱出するやつをお前が選んだってことだな。そんで俺はお前に選ばれなかったと。すいません。謝んなって、うぜえな。俺は昔から人に好かれねえ。俺は口も目つきも悪いからな。お前に好かれなかったのも当然だぜ。まあ、そういうわけじゃないんだけど。それってイルカウサギさんのアンチの話ですか。ああ、結構やっぱアンチ多いんだ、毒舌系だから。あの頃は大変でしたよね。イルカウサギさんは何も悪いことしてないのに、難癖つけられて叩かれて炎上して。あったんだ。俺も見ていて辛かったです。イルカウサギさんが一番辛かったはずなのに、動画投稿をやめなかったですよね。俺、イルカウサギさんの一度決めたら最後までやり通す男気、すごく好きです。うぜ。俺のドロドロした感情を男気なんて綺麗な言葉で片付けんなよ。それ修練ってんだぜ。それでも俺、イルカウサギさんを尊敬してます。ああ、うぜうぜ。さっさと行け、二人が待ってんだろ。行き止めて悪かったな。俺、必ずイルカウサギさんを助けに戻ってきます。気長に待つぜ。俺はパスワードを入力して扉の先に進む。ハソン君、喜びの舞。いやイルカウサギさん、めっちゃいいシーンだったのに、イルカウサギさんで名前のせいで半分ぐらいこうちょっとほんわかしちゃうっていう。よかった、いくら待っても来ないから。もう来ないんじゃないかと思ったよ。アンド、心配をかけてすみません。イルカウサギと揉めたの。いえ、そういうわけでは。あの、ここは部屋ですか。外にはどうやって。残念ながらまだ外には出られなさそうだ。え、この扉開かないんだ。この部屋から動けそうにない。落胆。これからどうしたらいいんだろうね。悩みのポーズ。お、またか。次の部屋と進んだゲーム実況者の皆様、ゲームクリアおめでとうございます。また機械音声か。声だけでは誘拐した犯人が男か女かわからないな。俺たちを監禁してるのは一体何者なんだろうね。謎。そして残念ながら、部屋に取り残されてしまったゲーム実況者イルカウサギ様はここで失踪となります。え、何、どういうこと。失踪。何、待って、まさかモニターに映ってるのは俺たちがさっきいた部屋かな。慌て、イルカウサギが映ってるみたいだけど、これって今の映像なのかな。ゲームをクリアできなかったゲーム実況者様はここで失踪していただきます。イルカウサギ様、失踪開始。
だ、壁が迫って。え、待って。待て。くそ。くそ。マジか。やっぱりデスゲームだったのか。うわあ。嘘、イルカウサギ死んだの？あ、あはは、面白い動画だね。本物かと思って見入っちゃったよ。どうしよう。本物じゃないよね。ないはず。イルカウサギ様、失踪完了。次のゲームに進みます。次のゲーム？まだ何かやらなきゃいけないのか。マジかよ。イルカウサギは無事なの？確認させて。それはおすすめしないですよ。壁に潰されてぐちゃぐちゃになってますから。まあ確認するなら止めないですが。それは嫌だな。エフ君、確認するのかい？本当に？確認はしない。だよね。賢明な判断だ。じゃ、次のゲームの説明をします。続いてのゲームは、投票ゲームです。投票ゲーム。来たね。次に失踪する人の、次に失踪する人間を選んで、そこに置いてある紙に書き、投票箱に入れてください。一番名前を多く書かれた人が失踪します。最悪だな。その他の人たちは次のゲームに進みます。失踪する人を選ぶ？それって殺す人を選ぶってことかい？恐る恐る。そうなりますね。そんな、なんてひどな人間じゃねえ。ズバイコバイ言わずにさっさと投票しろ。ちょっとあれだね、この支配人的な人も激報してきたね。おとなしく従おう。下手に逆らったら何をされるかわからない。でもどの道死ぬぞ。イルカウサギを殺せたんだ。俺たちを殺すことも容易だろうから。逆らったらって俺たちも殺されるかもしれないってことですか？そう、長生きしたいなら従うしかない。まあそうだよな。こんな横暴が許されていいのか。苦しみ。わ、マジかよ。セブジオ、じゃあ話聞いてく。とりあえず